漫画とかさ、そういうの見せたらこう、来たとか捉えるものって結構、結果がいいことが多いやん。そうだね。だから実際は別にそのはっきりとボールとバットね、その当たるところまでボールが止まって見える感覚があったとしても、ヒットになるかならないかって言われたらこれはまた別の話やん。あ、そうなの。 100% 捉えてるイメージ。違う。はい、なみさん、はい、YouTube です。はい、お願いします。お願いします。ね、質問用意してきてます。はい、何ですか。よくさ、バッターでね、あのボールが止まって見えたとか、ボールの縫い目まで見えた、って言うでしょ。言うことあるな。あるでしょ、はい、あれ嘘でしょあの止まってないから、ボール止まってないし、確かにボールは止まることないからね。とんでもないスピン量で来てるはずですから、縫い目まで見えることなんて僕ないと思うんですよでもまあもう昔から言われてるじゃないですか、その表現。表現使うよね。そう、だからそのプロレベルの選手になったら、ほんまにそういうのを字で体現してるのかどうか、その感覚、ね、を得たことがあるのか、みたいなことをちょっと聞きたかったんですよ。わかりました。はい、お願いします。あのね、まず答えから言うと、ある。あー、もう終わりや終わった、終わった。もうこのチャンネル終わった嘘ついたあかん。嘘はがね、誠実にやってきてるからほんまに どっちですか。縫い目まで見えると止まって見える、どっちですか。あのね、両方ある。マジ、感覚得た。そのこれはね、マジである。そうなん、っていうのも条件付きやけどね。おお、どういうこと。あの調子がすこぶるいい時。あ、やっぱ調子のいい時、ね、調子がいい時っていうのはもう何回か続けて起こる現象。マジ、その1打席とかだけじゃなくてね、調子がいい、その、まあ、よく言うそのゾーンに入ってるとかって言うんだけど、ゾーンに入ってる時っていうのはもう頻繁に起こる。マジ、感覚がある。はあ、めちゃくちゃボール見えてる状態。そう、もうね、ほんまにピッチャーこう投げてくるやん、でピッチャーがボール離したところからなんかね、ゆっくり空間が動いてる感覚があんねん。ほう、だからよくさ、漫画とかでさ、こうバッターの野球漫画とかやったら、ピッチャー投げてきて、何ここでククッと曲がんのかみたいな、はいはいはい、ちょっと低いとか、なんかこう会話してるようなシーンあるやん、もう大げさに言うとあんな感じ。なんかね、第三者の自分がなんか上の方からとか横とか、なんか自分じゃない、なんていうかな、感覚、誰かが僕を操ってるみたいな。へ、だから僕を操ってる自分がもう一人いるような感覚があんねん。へ、ですごい時間がゆったり流れてる感覚。じゃあそのピッチャーの球速のスピード感なんてもう一切感じない。感じない。はあ。そう、あるある、ほんまにある。自分だけの空間というか、タイミング、そう、速度で動いてんねや。だからね、あの投げてきてるその動いてるボールが止まって見えるっていうよりも、そのインパクトするときやね、バットとボールがこう当たるところがはっきりと見える。マジ？って言った方が正しいのかな。あの漫画みたいにさ、ボールがバットに当たってグニャーみたいな、ああいうシーンが見えるの。見える。マジか。これはほんまに見えんねん。はあ。見える。ほんまに調子がいいとき。一度もないな。マジか。そう。じゃあやっぱそういう感覚を得ると、瞬間であったんや。あるね。はあ。そう。でこの感覚が初めて僕ね、出たの。で、まあ、平安高校の時。え、高校時代や。高校の時やねん。一応待って、それやったら俺も感覚得てなあかんくなってくるからあのプロなってからにして。いや、初めてその感覚があったのって僕平安高校の時やってん。マジ、で、僕ら2年生の時にさ、夏の甲子園出てるやん、まあ、僕らね、2年生の時夏の甲子園出てるんですけど、その時の1回戦に坂田みなみっていうチームと、まあ、学校と対戦して、その甲子園の初めての僕の1打席目に僕センター前ヒット打ってるやん、打ってるんですけど、でそれ初球やって、初球のスライダーかなんかを打った時の感覚、その時に初めて、その時にボールがバットにこう当たる瞬間みたいなのをほんまに止まって見えたっていうか、得たんや、その感覚。そうで、センター前に抜けていくところまでなんかずっとなんか空間がゆっくり動いてるというか、へ、で一塁ベースをこう回っ
って、うん、まあ、シングルヒットやったんやけど、でタイムリーヒットね、うん、ランナー2塁やったかな、うん、でタイムリーヒットで1塁ベース回った時に歓声が一気にバーって入ってきた、うん、その歓声送ってた中の一人僕ですよ、うん、スタンドからありがとう、はい、そうだからね、うん、考えてみると、はい、音もシャットアウトされてた状態、あ、うん、じゃあもう完全にゾーンっぽい感じ、そうへっていうのがその時やった初めてね、そうなん、そうだから一塁ベース回った時に歓声が一気に聞こえて、うん、あ、すげえな歓声みたいな、ふと我に返った、今までにない感じやった、なかった、それが初めてそのボールが止まって見えた、へえ、はっきりと見えた、そうなん、うん、じゃあ甲子園中はめっちゃ調子良かったの自分的には、いやその1球だけ僕その時は、じゃあ高校時代に得たのは高校時代通算でそれだけ、うん、そのぐらいやったと思う、であとはプロ入ってから、プロ入ってから、プロ入ってから本当、うん、大学のさ最終年の時とかもめっちゃ調子良かったやろ、まあそうやね、でもそこまでの感覚にならなかった、だからなってたんかもしれないけど全然その印象に残ってないというか、うん、へえ、うん、っていうことはそんな感覚がなかったはずやね、なかったと思う、ただプロに入ってなんていう止まって見える感覚っていうのは、うん、ほんまにね結構あった、結構でも僕らの選手やったら、うん、そんなに頻繁にあるわけじゃないよ、うんうんうん、ただうわ今めっちゃ調子いいわとかって思ってる時って、うん、あこの感覚やなっていうのは感じたことがある、うん、何度かある、そうなん、うん、すごいな、そうだこれはもうだからあんねん、うん、であのね漫画とかさそういうの見せたらこう、うん、来たとか捉えるものって結構、うん、結果がいいことが多いやん、そうだね、うん、だから実際は別にそのはっきりとボールとバットね、うん、その当たるところまでボールが止まって見える感覚があったとしても、うん、ヒットになるかならないかって言われたらこれはまた別の話やね、あそうなの、うん、100% 捉えてるイメージだけど その時って、うん、違うん、そうだ現実は捉えたとしても、うん、そこに野手がいたらアウトになるわけや、うん、ああまあまあまあそうやな、うん、だからめちゃくちゃいい当たりしてライナー打ったけど、うん、センターライナーでしたとか、ポジショニングが良くて、うん、なんていうあの外野に取られましたとか、うん、まあ、もちろん内野ライナーね、うん、内野のライナーとかもあるしゴロになる時もあるよね、うんうん、ボンダする時もなんか、うん、あしまった擦ってしまったっていう時も、うん、それも止まって見えてるような感覚はあるから、あそうなん、そうだただのポップフライもうわ惜しかったなって思うんやけど、うんうん、あの止まって見えてるっていうこともある、あ必ずいい当たりなわけじゃないんだそう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 いうことね、そういうこと、そうなんや、ここはちょっと勘違いをしやすいとこなのかなって思う、そうなんや、うん、そうだから必ず結果がいいわけではないっていうことやね、そうなんや、それさあのただ単に目がいいわけではないんやな当然違う違う動体視力とか、うん、その視力自体がいいですよみたいな、いやこれは違うと思う、っていうかプロ野球選手ってみんな目いいの、あのねいい人もおるし悪い人も実際におるし、視力が実際に、うん、まあまあ普通眼鏡かけてプレーしてる方もいらっしゃる人もおるやん、うん、そうで目が悪い人っていうのは大体コンタクトとかさ、うん、まあ、眼鏡ってそんなにいないんだけど、まあ、まあ、あとはレーシックしてる人、うんうん、レーシックしてる選手は多いよね、あそうなんや、うん、で僕もやってるし、あやってましたね、うん、僕現役時代2回レーシックやって、あ2回もやってる、うん、視力を上げてるからもともと 0.02 とか 0.03 とかっていうぐらい弱かったからさ、そうなんや、うん、だからレーシックして 2.0 ぐらいまで上げてる、もともとコンタクトやったやんね、そうもともとコンタクトだってさ、あの僕大学時代に1回さ、うん、練習試合あったやん、はいはい、日体とね、そう、うん、日体に来たやん、うん、でその時さ、うん、あの俺はグラウンド整備してたけどさあの奈美さん来てさ、はい、今日コンタクト忘れたからあかんわとか言ってたやん全然思ってないんやけど、それできっちり2安打打ってゲッツー2つぐらい取って帰ったんですよショートに出てて、はい、こいつほんまにコンタクトしてへんのかなと思ってでもしかしたら、うん、シャミ引いてたかもしれないね、あ違うその時ね、コンタクトじゃなくてオルソケラトロジーっていうのをやってたんや、そう寝る時にハードコンタクトをつけてで目の形をこう変えてね、あったね、そうで朝起きて外したら裸眼で視力が良くなってるっていうやつを試してた時や、あそうなの、そういやでも俺会話で片目だけコンタクトがなんか破けたかなんかでコンタクトつけてへんねんけど、だからこれ言ったらね、そのオルソケラトロジーがすごい悪いもののような印象を受けてもらったらすごい申し訳ないんやけど、僕その日ちょっとずれてて、てかあの始めたばっかりでオルソケラトロジーをね、だからいつも
オルソケラトルジュをつけて寝て朝起きて外して、うん、で度数の弱いコンタクトレンズを何個か用意してて、うん、でその日にあのなんていう見え方に合わせてコンタクトレンズをつけててそうでその日はその弱いコンタクトレンズなのか強いコンタクトレンズなのかの在庫がなかったと思う、うん、なるほど、うん、だからそれを忘れてたやと思う、うん、なるほどなるほど、うんだから全く見えてなかったわけじゃないと思う多少オルソケラトロジってたんやそう、うん、ケラトロジってたジってたよね、うんまあ、物自体はねすごくいいものだってね、あの大学の時も使ってる選手おったしねそのオルソケラトロジ、うん、プロに入っても使ってる人おったしねだから物自体はいいんやけど僕の場合はまだその初期段階やったからね、うん、安定してなかった時なるほど、うんでコンタクトからレーシックしたんでしょそうレーシックした どっちの方が良かったの僕はねもうレーシックして、うん、あの世界が変わったって感じる人やから見えやすくなった見えやすくなった、うん、もちろんねその人によってこれは違うから ね、うん、ね僕の場合はすごく良かったうん、うん、っていうことやねあとね視力が悪いままプレーをしてる選手もおんねん、うん、だから 0.5 とか 0.6 とかの視力でずっとプレーをし続けてる選手そうなん、うん、っていうのもおる、うん、あんまり視力ない状態でプレーしてるってことそう、そういう人はねなんでそのレーシックとかコンタクトせえへんのって僕聞いたことあんねん、うん、そしたらあのその見え方が当たり前、うん、あそう視力検査をすると視力が 0.6 とかやけど、はいはい、その人にとってはその世界が当たり前やから全然なんていうかな苦じゃないんやってなるほど、うん、逆に変な感じになってもやし目見えすぎるとらしいへえ、まあ、すごいなと思ってであとね、うん、ファームあの2軍の帝王っていう動画とかさコンテンツとかいくつかさ出してるけどさ、はい、あの2軍の帝王というかあの2軍で、うん、ファームでめちゃくちゃ成績出すけど1軍に行くと成績がなかなか出ない選手の中で、うん、その夜に弱い選手っていうのも結構おんねん、それは見え方の問題そう見え方の問題明るいとこではすごく鮮明に見えるけど、はいはい、暗いところだからナイターやねデイゲームやからかそうデイゲームには強いけどナイターゲームになるとこの見え方がおかしくなるっていう選手、うん、僕結構聞いたことあんねんなるほどね、うん、それで結果が出ないみたいなパターンもあるんだそうはだからナイターゲームナイターに弱いってことは、うん、これプロ野球の一軍にとっては、うん、一軍選手にとっては致命的やねそうやんなそうへだからなんかあの守ってても見にくい打席に入っても見えない、うん、だから消えるとかっていう僕聞いたことあんねん辛いな辛いでこういう選手がなんていうかな2軍で結果をすごい出すけど1軍に行くとちょっとこう成績が落ちるっていう選手に多いよね、うん、でこれあのナイターゲームって話したから、うん、じゃあドームやったらナイター関係ないやんって思う人おるかもしれんねんけど、うん、ドーム球場の試合も、うん、あのデイゲームの外に比べたら暗いからねあ本当、うん、暗く見えるからねあそうなん、うん、今はもうどの球場も LED 照明になってすっごい明るい、うんうん、明るくなったんやけど、うん、まだ LED 全盛期の前っていうのは結構暗かって、うんうん、あそうなんや、うん、やっぱデイゲームと比べると全然見え方ちゃうんだそう暗かったあ暗く感じることが多かったへ、うん、だからそういうところで結果をなかなか残せない人もいたよねなるほどねっていうところかな何の話だったっけボールが止まって見えるそう縫い目まで見えるみたいなんてほんまかどうかそうこれはほんまやとほんまやとこのチャンネル終わったなって最初にねあ絶対嘘やと思ってたけどほんまやったんやほんまほんましかも高校時代にその体験をしてたと、うん、はあじゃあほんまなるほどね、うん、あとはその止まって見えたとしても必ずしもいい結果になるわけじゃないよ、うん、ないとってことだよね他のさ選手とかにも聞いたことある、うん、あるあるあ本当、うん、ただねおるオ ールというかもうそういう人ばっかりあマジか、うん、へ経験あるわとかだからゾーンみたいなやっぱことなんかもしれんなそう、うん、よく言われるゾーンに入ってる状態ーゾーンを経験してるってことやねなるほどな、うん、そういうことやねわかりましたはいという感じでいかがでしょうかはい、はい、ということで、今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございましたありがとうございます。